はい、速稼塾の久保です。特別定額給付金の第2弾が出ることを私は熱望しております。で、同じように特別定額給付金の第2弾が出ることを期待していらっしゃる方もいると思うんですよ。でもね、やっぱりそうは言ってももう無理なんじゃないのとかっていう声があるのも真っ当だと思いますし、菅さんとかね、それから官邸の方は出すつもりがないっていうふうに言ってるよとか、こういう人がもう予算には入れてないよっていうふうなコメントを出してるよっていうふうに、ね、教えてくださるかと思います。実はね、それが現時点では残念ながらね、真実の姿だと思うんですよ。だからなえて私たちも声を上げることをやめたらどうなります？何も動きませんよね。だから官邸や菅総理の気持ちを変えるぐらい私たちは声を届けていかないといけないと思うんですよ。私はそういう意味を込めてね、今日もこういった動画を作ってるんですよね。しつこくいきますよ、しつこく。ここまでやってる人って多分他の方もいないと思います。せっかく影響力があるのに、せっかく動画を作ったら10万再生とかされる可能性がある人、そういう方もいらっしゃるのに、そういう方はやってくれないんですよ。ですんでね、私がこの動画を見てる皆さんと一緒に小さな声を大きくしていくために、私は繰り返し繰り返しこの動画で呼びかけていきます。私が呼びかけることによって、官邸にメールしましたって人がね、もうすでに数百人いるんですよ。で、私がやらなければ、その数百人の人すら声を上げてなかったと思います。これを繰り返していくことによって、もしかしたらね、今年中は無理かもしれませんけども、来年のどこかで補正予算を組んでいただくなりね、新規予算の中に、こういうふうな特別定額給付の第2弾とかを入れてくださるようにするんじゃないかなというふうな気がするんですよね。そしてね、もう一つ、ちょっとね、あるコメントが気になったんで、ここでお話しさせてもらいますけども、GoTo トラベルキャンペーンってあるじゃないですか。この GoTo トラベルキャンペーンの利用できる人っていうのは、ある意味ね、ちょっとね、豊かな人とか余裕がある人なんですよ。だと思うんですよ。まあ、ですんで、GoTo トラベル使える人はいいよねっていうふうに、まあ、お忙しくされてる方とか、資金的にきつい方とかは思うかもしれませんけども、ちょっとここはね、考え方を変えていただきたいんですよ。この GoTo トラベルの趣旨って何かっていうと、一つはね、お金に余裕がある方からお金を使っていって、まあ楽しんでくださいと。しばらく旅行できなかったですよね。どんどん楽しんでくださいっていうのもあります。そこだけ見ると、嫉妬する気持ちにもなるんですけども、重要なのは違うんですよ。重要なのはこれからお話しすることです。それは、この半年ぐらいね、旅行業者で働いている方とか、パートさんとかね、そこで働いているアルバイトの方、全然仕事がなくって、半年間自宅待機で、全然保証もされない、そして会社はどんどん潰れるってことで、旅行会社とかね、まあ、宿泊業の方とか、飲食店の方って、もう冷え切っちゃったんですよ。倒産もすごく多いんですよ。旅行とかね、飲食店の倒産が一番多いんですよ。ここがね、仕事があるないとか、金があるないとかじゃなくて、もう現場が消えてしまった、もう売り上げが消えてしまった、顧客が消えてしまったっていう現象なんですよ。だから、遅ればせながらですけども、ここまで生き延びた方のために、ちょっと GoTo トラベルでね、もう余裕がある人のお金をそっち回そうみたいな感じで、そこにかっこつけて政府の方もお金をどんどん出すよってことで、すごく消費を喚起してくれたんですよ。うん、だからそちらの方なんですよ。言ってみれば、お金がない、仕事がないっていう人に、まあ仕事を与えてお金を与えるのが GoTo トラベルキャンペーン、GoTo イートキャンペーンだっていうふうに解釈できるんですよね。もちろんそこに全然当たってない人もいると思うんで、これはもう順番でしかないと思うんですよね。うん、一番需要が喚起される、消費が喚起されるものってやっぱり観光なんですよ、日本は。日本は観光でお金を日本人が日本人に対して使ってあげるっていう、この観光の爆発力ってすごいんですよ。よくインバウンドって言いますけども、インバウンドなんて全体の売り上げの 20% ぐらいにしか過ぎないっていうデータがあるくらいなんですよ。まあですんでね、海外からの観光客が来なくても、内需で十分、日本っていう国は1億人もいるわけですから、やっていけるんですよね。で、そういうことを考えたときに、GoTo トラベルキャンペーンね、遠慮なく使ってもらって、今まで仕事ができなかった、そういった業界にどんどん仕事を、そしてお金を流すってことは、うん、私は悪いことじゃないんで、正々堂々と GoTo トラベル使っていただきたいですし、GoTo トラベル使ってる人に、あまりね、侮蔑とかね、嫉妬を感じなくても、その GoTo トラベルでお金を落としてくれて、そのお金を落とした先っていうのは、小さい飲食店とか、小さい旅行業者とかね、タクシーとか、ものすごく小さな旅行者さんが、これは助かってるわけなんですよ。うん、旅館の方もそうですよ。旅館では仲居さんとかね、ホテルマンとか勤めてるわけですから、そういう人の仕事がずっとなかったんですよ。給料がゼロとかね、3万円とかっていうのが、やっとここで回復して、で、しかも働ける現場があるっていうのが嬉しいんですよ。サービスマンとしてはね。仲居さんとしては。あ、お客さん来てくれた。よかった。お客さんと関われる。嬉しい。みたいな。この仕事の感覚、今まで10年、20年勤めてきた仕事が、ついにね、最初、初めて、
3ヶ月半年なかったわけですから、この不安とね、自分が必要とされてないこの孤独感っていうのが今回復しつつあるんで、まあぜひその辺温かく見守っていただきたいかなというふうに思いますね。まあ私が言うことではないかもしれませんけども、私なりにこう気づいたことをね、ちょっと話させてもらいました。はい。まあでもね、強いて言えば、そんなことするよりも直接旅行業者さんにね、どんどんお金を放り込んでくれてもよかったんですけどね。まあまあまあ、そこはね、お金っていうところもありますけども、やっぱり接客したいっていう、接客メンバーのね、まあ、意欲ですよね。まあちょっと表現しにくくてすいません。それではね、今日も過去の動画から皆さんのコメント読んでいきますよ。画面切り替えます。はい、再給付国民全員に10万円というね、9月30日の動画ですけども、およそ2万回転再生されてます。官邸にメールをすればいいところはここですよ。ここから官邸にメールしてくださいね。はい、じゃあ最初です。事業者は100万、個人は10万、同じ人間なのに個人は派遣切り、事業者はほぼ安泰、なぜか納得できない、全員50万くらいにすればいいのではというご意見もあります。ぜひね、官邸に届けてください。ここに書いてくださった内容と同じことを官邸に届けていただければと思います。まあ、ただ私、事業者目線から申し上げますと、事業者に100万っていうのは、個人に10万よりも、まあ、分け前って言ったらあれですけどね、すごく少ないです。事業者っていうのは、多額の社会保障費とか、それからね、まあ、保険、その他、福利厚生、税金、消費税、こういったものを全て払うんで、個人の10万の方が残りが多いぐらいなんですよ。ですんでね、単純に事業者に100万円あげて事業者が得してるみたいなのはちょっと違うかなと。莫大な家賃も払ってますからね。で、従業員さんが1人いたら、その人の厚生年金も半分払ってるんで、結構事業者の負担って大きいんですよ。はっきり言ってこのね、100万っていうのは1000万ぐらいじゃないと、まあ嫉妬を浴びるに、まあ値しないかなと思います。個人10万、事業者1000万だったらちょっとね、ああ、事業者儲けすぎじゃないのみたいに思うかもしれませんけども、100万だったらはっきり言ってね、1週間でなくなります。何に使ったか分かんない間でなくなっちゃいます。そういう意味では、個人の方も10万円っていうのが来てもね、何らかの税金とかで、支払いの滞納とかでなくなっちゃうんで一緒じゃないかなと思うんですよね。まあ、どちらにしても、こういった声をね、上げていっていただきたいと思います。全員50万の給付しましょうみたいなことでもいいと思うんですよ。で、そういう声があれば、やっぱりね、動いてくれますから。今のところは動くほどに私たちが声を上げてないってところが最大のウィークポイントなんですよ。次です。給付金はめちゃくちゃ必要。自分もコロナで仕事を失い生活もギリギリです。年内にまた給付を実施してほしいですね。はい、こういう方が1000万人いたら給付は実現します。でもここまで思ってる方がまだね、少ないってことなんですよ。ぜひね、周りの人に呼びかけてください。皆さん苦しいのは一緒だと思うんですよ。次の方。10万円の給付をお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひね、ここに書くだけでは、直接菅総理官邸の目には触れませんので、私の動画のコメント欄に書いたのと同じ内容を官邸にメールしていただければと思います。はい、いつくんっていうのがありますね、これ。コロナに熊本、福岡の一部は今年の夏の大雨で、災害復旧してるんですよ。正直10万では足りないが、もらえるなら助かります。まあそうですよね。国民の最低限の生活文化を保障するっていうのがありますよね。生活保護をもらうときによく使われる文書ですけども、その憲法に従って今国民の最低限の生活とか文化、こういったものが補填されてないわけですから、ぜひね、ここを保障していただきたい。これは生活保護じゃなくても、やっぱりね、今は災害時なんで、緊急災害のときにはお金をね、出動できるところが出動するって形にしていただきたいかなと思います。官邸にメールをお願いします。もう一件読んでみましょうか。星野桃子さん。あ、いい名前ですね。菊池桃子ちゃん好きなんですよね。絶対にできるだけ早く特別定額給付金支給してほしいです。10万円ください。はい。ぜひね、星野桃子さんも官邸にメールを送ったプラスアルファ、ご自身の周りでね、お金に困ってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、そういう方も巻き込んで、私の動画見てもらってもいいですから、官邸にメールを送っていただければと思います。一人ではね、何も始まりません。今日はそのぐらいにしておきましょうか。はい、いろいろ話しましたけども、一人で活動していても、一人で悶々としていてもね、それは小さな声ということで書き消されます。まあ、ですんでね、私みたいに動画を作って、たくさんの人に知らせてくださいって、そこまで言いません。でも考えてみてください。私が動画を作ることによって、この動画1本だけでも2万人の方に見ていただいて、そして、あ、メールしましたとかね、メールしますみたいな意識を変えることができるんですよ。
じゃあ私みたいな人が10人いたらどうですか。20万人の人に影響を与えて行動させることができます。私みたいな人が100人いたら、それは200万人の人がこういうふうな動画を見てね、官邸にメールするチャンスを得るわけですよ。さあ、それではね、私はここから2つの選択肢を皆さんにお伝えしようと思います。一つは官邸にメールをする、もう一つは官邸にメールしましょうっていう動画で呼びかけていく。まあブログでもツイッターでもいいですけどね。そのために私のね、動画の一部を使っていただく分には全く私構いませんので、 URL をあちこちに貼り付けるのもいいですしね、私の動画をまあ何かの形でダウンロードして他で流用していただくのも、二次創作していただくのも結構ですから、まあご自身皆さんでね、ご自由にされていただければと思います。それでは本日は以上にしておきましょうか。では特別定額給付金が本当にね、早く出ますように。一人でも多くの方が動かないと、諦め顔でもう大人になったつもりでね、そんなのどうせ無理って言ったらどうせの人生になっちゃいますからね。どんなことでも一人から始まります。そしてどんなことでもそれは何ですかね、ちょっとまとめ方を失ってしまいましたまあどんな大仕事もね、結局一人から始まるってことなんですよ。まあそれに比べたら私たちはもうすでに一人ではないんで、少なくとも数百人、数千人、2万人ぐらいの方がいるんじゃないかなと思いますから、まあ勇気を持って手を組んでいきましょう。いってらっしゃい。